海の下には何百匹も魚がいるに違いないわ。サメもいるね。ミッションはここに住む生き物を明らかにしていくことよ。壁にかかっているゾウミッションだね。周辺の海でよく見られる魚の種類が載っているわ。だけどここはまだ未開の海だから、どんなお魚が現れるのかわからないわ。今から楽しみだな。お魚を見つけて種類がわからなかったら図鑑を見て確認してね。サンゴ礁を通り抜けるときに巾着鯛の仲間やアイゴの仲間、それに真っ赤な赤松傘も探してみてちょうだい。ここにはいくつかのデング覇気の仲間がいるわ。彼らは文字通りデングの鼻のようにおでこの角が突き出しているの。でもここで喧嘩をするわけではなくて、尾びれの付け根にある